い、青春ひみじきちアーバです。今回はこちら荷物が届いております。これ U パックで届いたんですけれども、ディアゴスティーニとなっているんですけれども、ちょっとではね、開封の方していきましょう。カッター現金となってます。これこちらです。こちらどうぞ。コンプリートボックスセットの方を購入しました。衝動買いも衝動買いですね、実際ね。で、なんだかこのブート感が良くて、ついついにコンプリートセットとなってるんですけれども、側面はこんな感じになってます。これグイーンと伸びるみたいな、とにかく重たいです。これじゃあ一つね、500円で販売されてるんですよ、通常は。よいしょ、まあ、こんな感じでぎっしり入っているんですけれども、今回こちらコンプリートセットということで、16種類全部が1種類ずつね、こちらに入っているといったようなセットになっているんですけれども、まあ16種類7000円ぐらいかしたんですけれども、こちらの色の方から開けてみましょう。何が出るんだろう。よいしょ、何だろう。あ、サメ。これサメ結構かっこいいです。これ欲しいなと思って、まあ欲しいなって全部出るんだけど、最終的にはサメのバージョンですね。ちょっと開けてみましょう。よいしょ、あ、鳥だ。シャリシャリが入っているのが半分見え隠れしている、この素材感とこの顔、もうこの足いいなぁ。にも開封していきましょう。よいしょ、今こちら、うわぁ、うわぁ、結構いいかも。何これ、なんかチョッパーみたいな、チョッパーがねでかくなった時みたいな感じなんですけれども、じゃあどんどん行きましょう。こうなったら次見てみましょう。次は、うわ、出ましたね、音ボケキャラみたいな感じになっています。次何でしょう。うわ、怖い、これ怖い、これ怖いっす。怖いやつ出た、怖いやつ。じゃあどんどん行きますよ。次は、あ、タコですね。腕はなんかこっちから見ても人参みたいな感じに見えるんですけど、まあ色合いもね結構カラフルなんじゃないかなと思います。じゃあ行きますよ。よいしょ、あ、今年の干支の虎年の虎ですね。開けてみましょう。よいしょ、あ、これなんか本当にこう雪見大福っぽい感じで、ね、今ね冬なんですけども非常に冷たくて、なんか爪気持ちいいみたいな感じなんですけれども、よいしょ、あ、これ一番個人的に嫌だなと思ってたやつ。はい、次行ってみましょう。次、あ、これも結構好きかも。背びれ、背びれ、あ、背びれ、背びれ。まあこの辺もブート感ありますよね。さあどんどんいきます。よいしょ、うわ、これは今度またいかつい系のキャラですね。よいしょ、これは、あ、これ結構個人的に好きだった。これなんか耳の中に砂、耳の中に砂、なんかターコイズブルーみたいな色に対して、なんとも言えないこの悪者そうな感じのキャラクター。さあ次行きましょう。うわ、今度はキングコング系ですね。なんか頭ハゲちゃってるみたいな感じしますよね。ただこの足が手みたいな、足が手、この手みたいじゃないです、 手みたいっていうか足が手みたいになってるんですよね。よいしょ、あ、サイですね。これはちょっとそうでもないかなっていう感じしちゃってますね、個人的にね。で、残り2つですね。結局全部開けちゃうんだといった感じなんですけれども、まあ買ったからはやっぱ開けちゃいますよ。あ、結構ごっつい。なんか美女と野獣のやつみたいな感じしますよね。まあ、最後開けてみましょう。最後、じゃじゃん。最後は、こちらカメ。結構ずっしり。あ、キラータートルも好きですね。これ厚みあるんですよ。この胸板が厚いというんですかね。あ、キラータートルも好きだわ。重たいです。とにかく重たいです。もうド派手ですよね。やはりね、海外製、あちら製といった感じで、かなりね、印象深いようなキャラクターが多いんですけれども、ただ自分は個人的にこの中で気になったキャラクターを何点かね、紹介していきたいと思います。このどっしりとした感じ、なんかね、ガマガエル持ってるみたいな、それちょっとリアルか。悪役そうなのと、ぶちゃ可愛いみたいな感じで、結構ね、裏もね、鱗みたいになっているんですけれども、まあ、ドラゴンっぽくもないっちゃっぽくもないんだけど、ただやっぱね、なんか可愛いですね。顔色がね、いいですね。顔とこの辺のね、触り心地もね、抜群にいいです。まあ、結構ディテールがしっかりとしたね、こう、コングっぽいっていうんです。まあ、リアリティ高いというんですかね。
冷たくてお餅触ってるようなもちもちっとした感じがね、なんともね肌触りが良くて、自分の感覚的には可愛いな、ビビッときたなといったものを買っているので、まあそういった面で久々ね現行品の中でヒットして、こちらねキャラクターものの、まあ、玩具だったんじゃないかなと思います。これをごちゃごちゃっとなんか瓶かなんかに入れてね飾っとくだけでも、なんかヴィンテージのチープアメトイみたいな雰囲気が出るのかなと思って、今回ねコンプリートボックス買ってみました。それではね最後にねキャラクター紹介の方をご覧ください。今回もご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。またおすすめ動画も貼っていますので、そちらもチェックしてみてください。